はい、暑いですね。ちょっと今洗車をしてきましてね、1台洗車が終わりました。これから今ナイトライダーしてきたんですけども、あとねセルシオとベルファイアと順番に洗車をしてこようと思いますけども、ちょっとね涼みがてら通販買ってみたをやってみようかと思います。今回は何が来たのかな、何を頼んだのかもちょっと忘れちゃったんですけども、これをねピラッと開いていくと、あ、これはシェーバーですね、ヒゲ剃りね、これが入ってました。こんなん頼んだかな、まああのこういったやつですね。どうやってやんの、こうやって、あ、こっちか、あ、もう充電されてる。あ、これ旅行に行くのにちょうどいいですよ。これが多分、ね、1000円ぐらいだったと思うんですけどもね、これシェーバー、まあなかなかいいかなと思います。 USB で充電できるタイプです。これがまず1個目。はい、次なんですけども、こうやった箱で届いてますね。あ、なるほどね、こういうやつです。あの車のバックミラーにつけるあのスタンドです、固定具。それをね車が複数台あるんで、2台分とりあえず頼んでみました。これでスマホをぶら下げてドライブ動画を撮ろうかなっていうところですね。いやー、こういうのがね欲しかったんですよ。あと頑丈ならいいんですけどもね。はい、これをあのバックミラーのところにこうやってつけて、でここにこれ、この固定具でここにスマホをねこう刺すみたいな感じだったんじゃないかなと思います。でどういう風にすればいいのかな、こういう風になるのかな。で要するにね、あの撮影してる画面を見ながら撮影をしたいわけですよね。これはなんかうまくいきそうです。ということで今回はシェーバーと、シェーバーどこ行った、このドライブスタンド、こちらの方を買ってみました。これが1000円、これも1500円ぐらいだったかな、2つ買って3000円ぐらいだったと思います。以上です。